皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラス、今日は第44回目です。石原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、40代の男性経営者の方から質問が来てます。自分は3代続いている会社の4代目として経営者に今なりました。そんな折、いつもメルマガを楽しく拝見させていただいているのですが、自信塾というものを開催されているということを知りました。サイトもいろいろ拝見したのですが、この自信塾について非常に興味があります。石原先生、ぜひ内容を教えてくださいということで、具体的に来てます。はい、うちがこれ構想自体はかなり前からあったんですけど、主に若手の経営者ですね、これから起業して会社を作っていくぞとか大きくしていくぞとか、それから事業継承者の方に、1年間通して参加者がね、大体10人前後、はい、で熱海の合宿なんかもありながら、個人面談もありながら、はい、1年間で経営をこう全体を捉えて、何をどういうふうにしていけばそもそも会社の運営ができるのかっていうことを、経営計画を立てていきながら、利益計画とか決算の作り方とかそういうことも全部含めてやるっていう塾をね、始めていて、というか去年ぐらいから始めてるんですよ。はい、で今3期が始まってて、すごくその1年間が充実してるんでね、でそういうふうな塾をしているっていうことなんですよね。はい、でただこの塾ってね、すごく面白くて、僕も関わってますけど、塾長になってくれてる人をちゃんと選んでやってるんです。はい、でこれは何でかっていうと、実際に経営やってた人が経営を教えないと難しいんで、適任者を探すっていうのはなかなか大変で、はい、構想があったんだけど、そのできる人、講師、はい、塾長って言ったんですかね、はい、塾長を選ぶことの方がなかなか難しくて、させてもらってますね。塾長どんな方なんですか？これは平井さんって言うんですけど、京都に島津製作所ってすごく大きな会社がありますけど、はい、そこに開発とか設計の方から入って、でその後に、これ面白いんだけど、自分たちが作った機械を営業がなかなか売ってこないからっていうんで、もう時計とか言ってですね、自分で宣伝作って、はい、どんどん売り始めて、だからある部門の営業のトップまでやったことがあって、その後工場長もやって、湘南島津っていうすごく、島津製作所って古い会社なんですけどね、その中ですごく一時期大きくなったけど、はい、業績を落としてしまってる会社があって、これ湘南島津っていうんですけど、そこ誰が行っても再建できなかったのを白井さん行って、子会社の社長としてもう本当に素晴らしい会社にしちゃって、島津製作所の中でもある種、そのどういうふうにそのをこう会社を経営したらいいかみたいなことを子会社の社長を集めて教えてたような方がいらっしゃってね、はい、銀行の交渉からシステムの開発まで全部やったっていう、すっごい面白い人がいるんですよ。でたまたま改善系のコンサルの方が、そこの、平井さんが社長やってた時に、はい、コンサルで入ってて、でもうその、定年退職する時にね、で通常そういう方っていうのはその会社が話さないんで、島津は残ってくれって言われたんですけど、なんかね、もっとこう楽しくいろいろ自分の持ってるものを教えたいっていうんで、コンサルやりたいって言って、うちのと縁があって、でうちはプラットフォームなんで、そういう大事な方はじゃあもう楽しく一緒に仕事しましょうっていうことで、それでもすぐにね、こういう塾の先生ってなかなか難しいから、3年ぐらい本当に実際にコンサルやってもらったんだよね。そうですね。でね、あまりにも素晴らしいので、これやっぱりそのコンサルで一社一社行くよりも、まとめて少し教えた方がいいんじゃないですかっていうんで、カリキュラム作ったんですね。で何がすごいかってね、組織運営がこんだけ普通にニコニコ執行しながらできる人はあんま見たことないなっていう感じね。もちろん僕も教えられることは教えられるんだけど、しようって言えばね、ただもっと適任者っていう方がいると思って、ずっと探してたんですけど、まさにそういう感じの人ね。なるほど、そうなんです。今日この質問、いただいてる方もちょうど3代続いた、会社も多分事業継承者ってことになると思うんですけど、こういった方々ももちろん対象になるとは思うんですけども、この自信塾は具体的に、始められるにあたって、なんて言うんでしょうね、こういう若手経営者がこういうことに陥りがちだから、そういうところをやっぱり助けてあげたいとか、そういう思いとかいろんなことが始めたと思うんですけど、本当ね、こういうところに陥りやすいっていうよりも、経営って全体としてこういうことをするんだよっていうのを毎段階で全部勉強しちゃったらいいっていう感じ、まずそもそも、です。でね、ほとんどの経営書っていうのが何が書いてあるかっていうと、企業と経営でいうと企業のとこばっか書いてあるんですよ。で企業っていうのは業を起こすよね。はい、で経営っていうのはほとんどが組織運営。はい、
ってね、どのくらいのバランスかっていうと、あの企業は実は1割。1割ですか。うん。で、会社始めちゃったらもうずっとやんなくちゃいけないのが、うん、あの組織運営でしょ。そうですね。そうそう。例えばあの僕はあの社長小さい会社のままじゃダメなんですっていう本を書いて、はい、あの起業するところから最終的に本当に勝っていくところまでを書いてるじゃない。ああいう例えば順番って分かってるか分かってないかによって、あの起きることが全部初めての体験で、はい、なんか大ごとになっちゃうパターンと、あらかじめ勉強してるから、あのあこれがついに来たかっていう状態になる、うん、特にその人事部の場合は、あの事業を経営者が引っ張っていくためには、やっぱりきちっとした計画を立てて組織運営するっていうので、例えば平井さんなんかに何とお願いしたかっていうと、実際本当にそれをやって、で数社でやって本当に成果出してるんですね。で例えば今もその結構新潟ですごく大きな印刷会社のコンサルに実際入ってもらってるんですよ。でそこなんかは女性の経営者さんなんだけど、あのやっぱり何代目かでね、で本人会社継ぐつもりがなかったのに、はい、突然社長やれって言われちゃって、で僕、まあ、その彼女のことは15年ぐらい知ってたんで、はい、でどうしましょうって言うから、まあ、マーケティングは僕がしてあげるから、でも組織運営になった時に平井さんの方がいいよって言って入れてた、まあ、お願いしたんですね。でどうやるかっていうと、会議をベースにして役職者が本当にその、はい、きちっと組織を運営していくように育てていくということができるんだよね。例えばほら経営計画立てるでしょ、ね、で例えば経営理念とか作るじゃない、はい、誰がなんで実際に動くか分かる、なんで動くか、早川君も会社やって、はい、あ丸1年ぐらい、ね、もうちょうど1年ですね。だよね、はい、だんだんスタッフの人がこう増えてきて、はい、まさに今日の話はもう興味津々で聞いて企業じゃなくて経営っていうところ最近あれでもね、関わる人の数増えてきて、ね、いやおかげさまでもう本当に一人で企業っていうところじゃなくて、やっぱりその組織運営をまさに考えないとっていうところになってきましたので、ね、うん、あの社長さんって責任持つでしょ。よくうちの会社の顧問先でも先生先生って何とか言ったら、あの忘年会に、まあ、社員集めて忘年会やった時に、はい、35人もいたんですって言ってね35人いたっての、35人あんまりこうギチッと集まることないじゃん、会社の中だと、はい、で飲み会の席で35人見た時にゾッとしたって人がいたけどこれずっとやるのかみたいな話になったりね、その後ろっかに家族とか、お、ね、結婚して子供を産むぜとかってなった時に、これやめられないんだなっていうのを考えてゾッとしたって人がいたけど、はい、早川君もそうなるよ。そうですね、うん、なんかもう今もそんなすごいいっぱいの社員とかってわけじゃないですけど、やっぱりちょっと考えちゃいますよね、うん、そうそう、あの企業ってとっても夢のある世界じゃない。例えば業を起こしてこのものが売れたって言ったらこういくよね。でも事業っていうのはそれを継続していかなくちゃいけないから、やっぱりやってくれる現場のスタッフとかなんか全部必要だよね。でその人たち生きてるから始めたら責任がのしかかってくるわけだよね。そうするとあるところで社長さんって気づくのは、これは相当計画的にいろんなことやっとかないと、人を採用するにしても大変なことなんだなって言うんだけど、それってさ、やりながらげこんなことになっちゃったって考えるのと、いや事業ってそもそもそういうことが想定されてるんだよとって考えたら、まあ、採用の時にどういう考え方でうちはそもそも行くよっていうのを説明するでしょ。だから企業理念が必要なんだなとか、またそれがブレちゃったりするとすごい大変じゃない、はいね、でところが一般の会社ってそんなこと考えてないから、行きがかり上して入れちゃったりとか、なんか思わぬほど組織が強くなっちゃったりとかって感じになるんだよ、うんうん、そこでみんなね困るね。そうか、でもお話かかってると、うん、やっぱり企業のその塾って結構ありますけど、うん、こうした本当の経営の、うん、しかもそのまだ若手の人が、うんうん、まあ、経営っていうのがある意味すごい学校みたいなもんだとすると、うん、その入るまでの、うん、勉強するところってないですよね、うん、あの銀行とかね、なんかそういうところやるんだけど、講師がそもそもあの組織運営したことがない人がやりますよね、うんうん、うちなんかは組織運営してるから、あの組織でやってるコンサルとしては数少ないけどね、はい、でも業としてコンサルってなかなか特殊な業なんで、実業と遠いんでね、はい、それからじゃあ中小企業の社長さんで組織運営やってる人、まあこれもいいんだけど、あのね、実は経験が足りないですね、うん、自分の業種だけでなんとか今の会社作って100人とか300人って言ってても、もっといろんなあの広範囲なことが起きるんでね、まあそのまあ、講師をやってもらうってなった時には、はい、経験足んないと思ったんですよ。だからある程度の大きさでなおかつ全部できてる人っていうになった時になかなか難しくてね、うん、もう探して探してやっとっていう感じ、ね、でさっきの組織運営の話もね、結局その経営計画を作って、なんでそれが実行にされてね結果が出るかっていうと、
役職者が決めたことをちゃんとやるという組織を作ってるからね。なるほど。だから事業計画とか経営計画とかね、作ればみんな成功する成功するって言ってるじゃない、はい、あれは半分正解で半分嘘なんでね。でその事業計画を作る中で、その事業計画を基づいてもう決めたこととか言ったことをちゃんと守ってくれるスタッフがいるから、悪いけどみんな今年こういうふうにいくよと、よろしくねって言って組織が進むわけでしょ、ってことはこういうものっていうのは育成していかなきゃいけなくて、でこの平井さんがすごい面白いのは、あの先生先生って僕に言うんだけどね、あの役職者があの複数いるから組織って変えやすいんですよって言うんですよ。一対一だと相手が変わるか変わらないか分かんないんだけどって、でどうやって変えるのって言ったらね、すごく面白くて、会議で会議をやりながらゆるく現地を取っていくみたいなやり方するんですよ。要するにこういうふうにするから皆さんこうやってくださいね、何屋さんこうしてください、こうしてくださいって言うじゃない、分かりましたっていうことはやるということだよね。だよ ね。でも柔らかく言うから、最初のうちはまあなんだこのおじさんは優しい人なのかなって感じなんだよ。だから中小企業の社長さんから行くと、あの最初からなんかこうハイテンションで怒ってほしいみたいな感じなんだけど、すっごい緩く入るからなんか物足りないんだけど、それがねあの2ヶ月とか3ヶ月とか経っていくうちにじわ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 普通に厳しくしていくんだよね。でね、大体中小企業って継続性がないから、言ったことをやんなくてもいいと思うのが、継続性を持って会議運営をするんですね。でね、大体そうなるとね、やっぱりその会社の中に人がいるわけでしょ。で長年働いてるとやっぱり会社のこと好きな人も結構いるんですよ、ところがなんで組織運営できないかっていうと、会社が社長さんが何かやるって決めて、それがずっと継続しないことに対して嫌気がさしてたりね、決めたことはあと全然やんなかったりっていう組織体が嫌だったりとかするから、まあいい加減に仕事してるのが、もしかしたらこういうやり方してくれれば、なんかまともになるかもしれないっていうふうに気づき始める人がね、大体10人とかいると1人か2人いるんだよね。でこの2人を変えるって言ったね。でこの2人を変えるとあとの8割変わるんだって。で変わんない人どうすんのって言ったら、あとの2割は入れ替わるかなっていうことを普通に言うような人だから、すっごい面白くて、だからさっきの新潟の会社なんか本当に組織的に動いて、計画が上から降りてってもそのスタッフがちゃんと自分の計画をして、やっぱり意識を変えていくってことができないってことでしょ、で、まあ、平井さんよく言うんだけど、一人で頑張ってできる範囲っていうのも知れてるから、自分が成長していきながらビジネスを作っていきながら、それが組織運営できるところを作らないと、だから一見速度が遅くなるんだけど、次に動き始めた時っていうのは3倍とか5倍とか10倍になるっていうことをできる人なんでね。でそれが背景にあって自信塾やるんで、イメージってどんな感じかな、博君なんか得意なことある？得意なことですか、それは どんな意味で？いやもう慣れちゃって、もうこれに関しては明らかに分かってるから、練習しなくてもパッとできるってのはない。それはやっぱ取材とかインタビューとか。あ、そうだよ ね。取材とかインタビューってどれくらいやってるの？もう8年とか 9年目とかそのくらいですかね。なんか今日なんか声小さいけど大丈夫？8年です何年かなと思って、ね、だからどんな偉い人に会ってもビビらない。ビビらないですね。だよね、はい今からですってパッとできるでしょ、ね、だから人間って経験があるとそういうことできちゃうんだけど、そのある種のものに対して経験ってなかなか積めないってあるじゃないですか。実際問題やんなくちゃいけないとかさ、2年3年かかるっていうの。平井さんって組織運営が早川君のインタビューみたいになっちゃってるんで、わかる、すごいですね。だからどんな状況でもニコニコして入っていっちゃうって分かりますかね？ああ感覚分かりました。なんかヤンクミってあったじゃない、ヤンクミ、ヤンキー先生みたいな、あんな感じ。だから普通の人は経験してないことがすごい初めてだとビビっちゃうんだけど、平井さんなんか見てるとフラ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 入っていって時間とともに変わるっていうのがありますよね。だから分かってるんですよって言ったら、あんまほとんど思った通りになりますねっていうような方で、これ珍しいんだね。最後になんか僕も話聞いてて、僕も行かなきゃなってちょっと思い始めたんですけど。おいでよ、面白いから。ぜひぜひ。これねすごい大事なことで、ちょっと長くなっちゃうんだけどさ、小学校に入る子にね、どうやって勉強教えたらいいかっていうと、1年生2年生の教科書をもう入学する前に教えちゃう。へえ。そうすると全部学校でやってることは覚えてることでしょ。そうですね。知ってることだよね。テスト全部満点取るんですよ。で余裕でできるじゃないですか、ね、でこの状態を経営者がやれるとしたらどうかっていうと、やっぱりその
組織がこれくらいになってきたらこういうことが起きるんだなとか、はい、事業計画ってそもそもこういうことをやったらいいんだなっていうのを、なんと今回はあの平井さんにずっと経営していきながら、あの自ら作ったフォーマットとか全部出してもらえなくて、経営計画も利益計画も目標を全員で合わせていくようなシートを作ってるね、はい、でそのシートもなんかこうね、何年もかけて作ってるから、はい、あのよく塾に参加する人がもっとこういうもの作った方がいいんじゃないですかとかっていっぱい作り始めるんだよね。でニコニコしてるの平井さんは、なんでかって言ったらそれをやってるうちにいらなくなるって分かってて、あの最小の単位ででもこれでも必ず全部網羅してるみたいな、そういうことをベースにして事業計画とか作っていくんで、あの前回、今回3期目がちょうど始まってますけどね、あの前回1年間であの数人の社長さんは本当に3年5年10年の完璧な計画作って40ページぐらいのやつ作ってたね。でそれとともに本にも買っちゃいますよね。そうですよね、うん、その方たちもそれこそ中には経営計画とかそんなまともに作ったことないような人もいるんですよね。作ったことない方はほとんどですね。それで自信塾ってやっぱり経営者しかいないから本音の話ができる。あ、いいですね。ほんで1年間合宿もやるでしょ。そうするともう一生付き合うみたいな感じで。あ、それ大きいですね。うん、で平井さんもその塾生集めて、はい、あの定期的にフォローしたりとかしてるし、僕もそこに毎回出たりとかしてて、はい、すっごい楽しい感じになるっていうの。僕も行きたくなってきましたが、あの、うん、これは、地震塾は、サイトがあるんですね。そう、あのうちのメールマガジンでもあのリンクが貼ってありますけど、はい、あの専用のサイトを作ったんで、はい、経営地震塾、地震塾はね次に進む塾ね。なるほど、はい、まあ、そういう意味では見ていただくと、はい、あ、平井さんってこんな顔してんだなとか、この人がこんなことできるのかとかって思うけどなかなかいいと思いますよね、うん、なるほど。あの今日質問いただいた、4代目の方も、ご興味あるということなので、はい、この番組聞いてる方もですね、うん、合わせてサイトも、そうですね、もし興味があれ ば、 あの個人的に例えばこんなことやりますよっていう説明を平井さんとあのディスカッションしながら前段階で やれるような、うん、興味持ってもらったら資料請求してもらって、はい、面談するみたいなことで不安を取ってもらったりとか、どんなことかって事前に聞いてもらえればもっと助かるので、はい、うん、ぜひぜひ興味があったら聞いてみてください。はい、はい、ありがとうございます。僕も、ちょっと機会を見てお邪魔したいと思います。次おいでよ、ぜひぜひ。今日は、ポッドキャスト石原家の経営のヒントプラス、第44回ということでお届けしてきました。石原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。